小西市、コミュニティバス、高ちゃんバスになる前の、小西市自主運行バス路線図小西市自主運行バスは、小西市が運営していた、いわゆる自治体バスである。小西市、コミュニティバス、高ちゃんバスになる前の新城原バス停。新城原バス停は、新城原駅から北東方向へ200メートルほどのところにあった。現在は、小西市自主運行バス浜名線を除き、小西市、 コミュニティバス、コーチャンバスという愛称で運行されており、運行委託先は、和志津循環線が、炎鉄タクシー、それ以外はすべて浜松バスである。2015年3月いっぱいまでは、遠州鉄道も一部路線を運行受託していた。小西市、コミュニティバス、コーチャンバスとして再編される前は、遠州鉄道や JR 東海バスが運行していた、路線が廃止された際に、 既存の乗り合いバス路線の代替手段として運行されていた。また、2010年3月に新居町を編入合併したために町内の自主運行バスも引き継いでいた。運行業務はすべて遠州鉄道に委託されており、当時はすべて優等営業所に委託されていた。月金曜日運行。土休日、年末年始は運休。運賃は、 市内一律200円で、和志津循環線を除いて、ペイペでの支払いが可能。また、社内で、回数券を販売している。2021年10月1日改正。古西市、コミュニティバス、こうちゃんバスになる前は、以下の2路線が存在し、廃止後に一部経路を変更して、こうちゃんバスとして受け継がれている。区間便として、 浜名湖伝送機や白須賀発着などが存在するが、実際は、白須賀、鷲津駅間の運行がほとんどである。土日祝日と年末年始は運休。ソニー前から、白須賀間と浜名湖伝送須山間は、小中学校登校日のみの運転である。この路線は2つの路線を統合したものであり、従来は、遠州鉄道バス新城原線の前線。 小西市役所本京寺前浜名湖殿僧から日野、岡岡崎幼稚園住宅前から、新所原須山円州鉄道バス新所原線の、全線、小西市役所本京寺前浜名湖殿僧から日野、岡岡崎幼稚園住宅前から、ソニー前から、白須賀 JR 東海バス浜名線の当時の、小西市内の区間、和津駅小西市役所一宮若葉団地、白須賀であった、 炎鉄バスの新城原線が 199X 年に、まず自主運行化され、その後2002年10月1日に、JR 東海バスの浜名線が自主運行化された。なお、この浜名線は、炎鉄バスの浜名線とは異なる。JR 東海バス浜名線の新居町内の区域を2002年10月1日に、新居町自主運行バスに転換したものである。かつては、 新居町駅新居支所前の区間便などが存在したが、2012年現在、小中学校登校日の新弁店及び、大倉湖港発新居支所全校のみの運行である。2008年4月に運行区間を新居弁店から新弁店まで延長。湖西市、湖西市総合交通マップ。湖西市、2021年10月14日閲覧。ありがとうございます。